2月3日放送のテレビ朝日平局60周年記念松本清張ドラマスペシャル疑惑に、昨年8月に亡くなった津川雅彦が主演の米倉涼子を演じる敏腕弁護士桜隆子に仕事をバトンタッチするベテラン弁護士原山雅夫として出演する。疑惑はこれまでに映画1本、ドラマは今作を含めると5本も作られてきたサスペンスの名作小説、今つくは1982年に公開された映画と同様、原作では男性となっている弁護士を女性に置き換え、2019年版ならでの新解釈が盛り込まれているという。夫殺しの疑惑がある熊子とその熊子の弁護を担当することになった弁護士、拓子との激しい駆け引きがどう描かれているか気になるところだ。映画版では熊子を桃井香織、弁護士を岩下志雄が演じ、桃井はこの年の報知映画賞主演女優賞を獲得しています。実は米倉が昨年の10月期に、リーガル部いつもと弁護士、小鳥麻生翔子、テレビ朝日系で元弁護士役をやることにしたのは、今作で弁護士を演じるための、下準備だったと言われているのだとか。米倉の相手役、熊子を務めるのは白真の演技に定評がある黒木花ですから、演技力で真っ向勝負をしたら米倉は、運が悪いのでフライングした、といったところでしょうか。今つく宣伝員用に公開された場面写真に津川と写っている米倉は、帽子をハスにかぶり革ジャンを肩からかけているため弁護士らしく見えず、ネット上では、米倉が熊子かと思ったらそっち、米倉が熊子、黒木が弁護士の方が絶対に合うなど、米倉と黒木のキャスティングを疑問視する声も上がっているようです。女性指揮者、津、これまでに、黒川の手帳、獣道、悪い奴ら、熱い空気といった松本清張を原作ドラマで悪女を演じてきた米倉。黒木の演技に、うわつ、と圧倒されて、プロデューサーさんにも、私、老けたつぽい、と漏らしたんですよと公言しているのも、